今回は女優の美人嫁を持つサッカー選手をランキング形式で紹介していきましょう。ランキングは独自に行ったアンケートをもとに作成していますので、参考程度に留めてくださいね。この動画の他にもスポーツ選手についての動画を上げていますので、チャンネル登録お願いします。それでは早速ランキングを見ていきましょう。サッカー選手の女優の美人嫁ランキング第10位は、大迫勇也選手の奥さんである美輪あさみさんです。あさみさんはモデルやタレント、女優として活躍し、多くの CM やテレビドラマにも出演しています。有名な作品は恋する犯罪、スペック、警視庁公安部公安第5課、未詳事件特別対策係事件簿、僕たちは世界を変えることができないなどがあります。またファッション雑誌を中心にモデルとして活躍しており、2013年にジュニアアスリートフードマイスターの資格を取得しています。2人は2014年3月に行われたキリンチャレンジカップのニュージーランド戦後に入籍を発表しています。大迫選手といえば大迫半端ないってだよね。現在のあさみさんはファッション雑誌を中心にモデルとして活躍しており、2013年にジュニアアスリートフードマイスターの資格を取得しているね。サッカー選手の女優の美人嫁ランキング第9位は、宇佐美貴史選手の奥さんである宇佐美蘭さんです。蘭さんはキャスターやタレント、女優として活躍し、ドラマのキューティーハニーや時効警察に出演していました。2人は2011年に入籍し、2015年に第1子が誕生しています。そして2018年には第2子が誕生したことを発表しています。結婚した際には夫の届くなどの関係もあり、披露宴が3年越しになったことも有名だな。確かその時に大学も休学したんだよね。そうだよ、ランさんは夫が日本に戻ってきてから大学を卒業しているんだよ。サッカー選手の女優の美人嫁ランキング第8位は、三浦知良選手の奥さんである三浦梨紗子さんです。梨紗子さんは大学進学直後の1986年 JAL の沖縄キャンペーンガールでデビューし、その後ファッション雑誌 JJ の専属モデルとして活躍しました。ファッションモデル以外にも女優として活躍していた時期もあり、映画稲村ジェーンにも出演しています。そんな2人の出会いは、三浦選手が梨紗子さんの水着写真が掲載された週刊現代を見て一目惚れし、ブラジル時代の自室にポスターを貼っていました。この週刊現代の記事中に記載されていたプロフィールから玉川大学在籍であることを知り、三浦選手の友人の姉が梨紗子さんの同級生だった縁で電話番号を入手することに成功しています。その後国際電話をかけて猛アタックをし、結婚にこぎつけました。三浦選手は J リーグ史上最高齢の54歳で J1 リーグでプレーしており、世界最高齢での得点記録も樹立しているぞ。三浦選手は2017年3月12日に行われたザスパ草津群馬戦で50歳14日でのゴールを決め、リーグ戦でゴールを決めた最年長のプロサッカー選手としてギネス世界記録に認定されているよ。サッカー選手の女優の美人嫁ランキング第7位は、柿谷陽一郎選手の奥さんである丸高真奈美さんです。丸高真奈美さんは2009年に週刊プレイボーイと ABEX の共同企画のグラビアアイドル発掘オーディショントップオブグラビアでグランプリを受賞し、芸能界入りしました。その後はグラビアアイドル、女優として活躍を果たします。2人は2016年に結婚し、18年には第1子が誕生しています。まなみさんは過去には新宿スワンなどに出演していたね。2021年には第2子が誕生したことを自身の SNS で発表しているね。サッカー選手の女優の美人嫁ランキング第6位は、稲本潤一選手の奥さんである田中美穂さんです。田中美穂さんは基本的にモデルとして活躍していますが、一時期はテレビドラマ、バラエティにも多数出演していました。2人の間には2019年に第1子、2021年に第2子が誕生しています。稲本選手は日本を代表するサッカー選手だよね。美穂さんは最近では声優にも挑戦しており、映画ワンピースフィルム Z では
ホーミー役を担当しているぞ。サッカー選手の女優の美人嫁ランキング第5位は、松井大輔選手の奥さんである加藤ローサさんです。加藤ローサさんはタレント、女優として活動しています。いとこから誘われてモデルのオーディションを受けたことをきっかけにモデルのお仕事を始めました。東京タワーで映画デビューし、様々な映画に出演しています。2人は2010年秋に共通の知人を通じて知り合い、2011年初めに交際し結婚しました。結婚した頃すでに妊娠4ヶ月だったようです。そして2011年に男の子を出産、2014年には2人目の男の子が生まれています。芸能活動を休止し育児に専念していましたが、現在は芸能活動を再開しています。松井選手はタッキー翼の今井翼さんと仲がいいことで知られ、その縁で2005年9月号のアイドル雑誌明星に今井翼さんと共に登場しているね。加藤さんはご当地キティを集めるのが趣味で、現地で手に入れることにこだわっているそうだよ。最近では NHK ドラマ綺麗の国に出演しているぞ。サッカー選手の女優の美人嫁ランキング第4位は、長谷部誠選手の奥さんである佐藤有沙さんです。佐藤有沙さんは女優、ファッションモデル、タレントです。佐藤さんは2005年ファッション雑誌セブンティーンのミスセブンティーン2005に選ばれ、同誌専属モデルとして芸能活動をスタートさせました。女優としては僕の妻と結婚してくださいなどの映画に出演しています。2人は2016年7月9日に結婚し、翌年に第一子を授かっています。佐藤有沙さんは野球知識検定6級だよね。テレビの企画で受験したら見事に合格したんだ。さらに彼女はモデルでありながらお天気お姉さんの経験も豊富だぞ。過去にはワンピースフィルムゴールドにおいて声優に挑戦したこともあったね。サッカー選手の女優の美人嫁ランキング第3位は、牧野智之選手の奥さんである高梨臨さんです。高梨臨さんは女優として今日恋を始めます、私のハワイの歩き方などの作品に出演しています。2人は2016年6月に共通の知人を交えた食事会にて知り合い、交際が始まりました。約1年8ヶ月の交際後、2017年12月17日に牧野選手がプロポーズし、同年2月9日に婚姻届を提出し結婚しました。同年12月26日、東京芝公園のザ・プリンスパークタワー東京で挙式披露宴を行いました。高梨臨さんは2005年に原宿でスカウトされると、その後はモデルや女優として活躍している人だな。僕も毎週サムライ戦隊真剣ジャーを見ていたよ。真剣ジャーでは真剣ピンクの役をしていたね。サッカー選手の女優の美人嫁ランキング第2位は、柴崎岳選手の奥さんである真野恵里奈さんです。恵里奈さんはハロープロジェクトメンバーでアイドルでしたが、近年は女優として映画やドラマなどに出演しています。恵里奈さんの出演している主な作品は闇金牛島くんザファイナル、青の帰り道などです。恵里奈さんも芸能界で幅広く活躍しているな。3歳から中学3年生までピアノを習っており、音楽活動も豊富に行っているぞ。それにエリナさんはアニメ魔法騎士レイアースの大ファンであることも有名な話だよね。サッカー選手の女優の美人嫁ランキング第1位は、長友佑都選手の奥さんである平愛梨さんです。平愛梨さんは20世紀少年のオーディションでヒロインのカンナ役に抜擢されると、その後は多くの映画作品に出演しています。2人は2016年に交際していることを発表し、その際に長友選手が愛梨さんに対して送ったアモーレという言葉が2016年の流行語大賞トップ10に入ったように、長友選手と平愛梨さんの結婚はサッカー界、芸能界で大きな話題を呼びました。現在の2人はフランスに在住しながら3児の父親、母親として幸せな家庭を築いています。長友選手も有名だけど、平愛梨さんも芸能界では特に有名だよね。アモーレが流行語にノミネートされたことは知っているけど、どんな意味なの？
アモーレはイタリア語で愛する人という意味なんだ。 SNS でも2人の楽しそうな生活がよくアップされているね。2人にはいつまでも幸せでいてほしいの。いかがでしたでしょうか。やはり日本を代表するサッカー選手には美人の奥さんばかりでしたね。見た目も美人ですが、夫を支えるために多くの資格を持っている奥さんもおり、夫が活躍できるのは彼女らの努力があることは間違いありません。これからも夫婦二人三脚で頑張ってほしいですね。またの動画でお会いしましょう。